かけるよ。あれ時間がない。通っていた、アミューズメントメディア総合学院という専門学校ですよ。恵比寿ですね。恵比寿ですね。恵比寿という本当におしゃれな贅沢な街に10代の柿原坊やは通っていましたよ。10代だったから、やっぱまだほら酒飲めなかった、ここら辺にこんなにいろんな洒落た飲食店があるって知らなかったから、全然もう学校に行くためだけのこの通り道だったんで、全然ね、こんな裏道があるなんて。アミューズメントってだけだとちょっともう、そう AMG、 そう AMG、 結構な人数いたんですか、同級生130人だから、3クラスあって1クラス40人、130人120人。120人だぜ。すごいね。120人もの人間たちが役者目指して、ねえ、学校に1年間で入ってくるっていう、その中の一人だけど、ね、なんか、まだ俺たちの時代は子供も多かったしね。これ本館で、で、ジャージね。で、これはね、あ、こっちですね。あ、これですね。これ。はい、柿原哲也帰ってまいりました。帰ってきたよ、帰ってきたよ。今俺行ったらほら、もうキャーってなっちゃうから。ああ柿原先輩だってなっちゃうから。そうですね、行ってこようかな。でもほら、あれですよ、僕はそもそも卒業してからもう月に1回とか、何ヶ月に1回かは顔出して、卒業生の柿原ですって言って、で、頑張っておりますっていう報告だったりとか、オーディションを受けて、受かったら、ありがたいことに受かりましたっていう報告だったりとかをいつもこう言ってるから、今でもだから全然、年に俺に3回さ、ここの学校でさ、教えてるからさ、講演というか、そう、特別ゲストという形で呼んでいただいて、だし、だから、よく顔を出してるんで、全然顔出してもいいんだけど、なるほど。ちょっとなんかね、まあそうですね。まあ今日はね、もう、ね、だよね。じゃあちょっととりあえずまた移動しますね。はい。これがね、右ハンドルだったらね、あちらの生徒さんたちがね。いや別に俺ぐるってしてここに座る。俺だよと。側になるよっていう。こっち側になるよ。学校はなんかその試験的なことはどういう感じか。あ、なんかね、あったらしいんですけど、僕はその試験の期間だったりとか、日本にいなかったんで、だから、そのトランク引きずって、4月、もうだから4月入学の月じゃないですか。ね、もう、その試験があるのは知らなかったから、で、その入学の時期に合わせて日本に行けばいいと思ってたんで、4月の上旬に、学校に押しかけて入れてけろーっつっていうので、さすがに親の承諾がないから無理って言われて、なんですけど、その今すぐここでもう何でもいいんでテストさせてくださいっつって、で分かったっつって後ろからその原稿用紙持ってきてくれて、でその原稿用紙をこう読んで、上手ねっつって、じゃあ
ちょっと偉い人たちだったりとかとまたもう一回話をするから後日 ご連絡しますということで、あと昔の話ですよね、本当それ。もう23年前、じゃあ 今の若者たちはちゃんと試験受けましょうというちょっとここにテロップ入れますね。笑顔たちはそれはもう試験受けた方がいいし、ちょっとやっぱもう才能の差だからこれは、才能だよね、ちゃんと入れてきますね、いやもう才能ですよ、あのずぶとさのねいやなりたいという気持ちのだと思いますけどね僕は、やればできんだもん、もう本気でねかかるや絶対なれるしね。じゃあ、ジャフのお兄さん来たよ。はい。待ちます。お、かかりました。やった。やった。お、かかりました。やった。やった。プロだね。さすがですね。やっほー。かかったね。ね、ジャフのお兄さんってすごいでしょ。すごかったでしょ。丁寧だしね。やっぱり。そうですね。優しくね。いろんなことを教えてくれましたね。3食ご飯を食べさせてあげるのか、もう普段乗らないけども一気にその何時間も走らせて1日に早食いをさせるのか、そしたらどっちの方がそのバッテリーの質、蓄えられる電力の質がいいと思いますっていう話ですよ。そりゃ3食食べた方がいいですよね。なるほど。勉強に例えるならば、毎日ちゃんとコツコツと勉強するのか一夜漬けなのか、どっちなんだい。一夜漬けちょっとなんだろう、一夜漬けもさしてなかったくせに一夜漬けもしそうなんですよ、全然しなかったですよ。今度じゃないの、ちょっとマセラティも渋滞に合うんですねあの羽が生えてるわけじゃないんで羽が生えてるわけじゃないんで翼があるわけじゃないから、ここになんかあのタイヤがガビーンって足が伸びたみたいな感じになってこう上行けるわけじゃないんですね。ないですね。ちょっとこの子走らせないとバッテリーが蓄えられないから、ちょっとレインボーブリッジとか渡っちゃう。そうですね。レインボーブリッジとか、ほらどうせほらみんなレインボーブリッジとか好きなんだろ。レインボーブリッジわかった、レインボーブリッジ嘘だ、あげましょう、レインボーブリッジ、ここからレインボーブリッジ、レインボーブリッジ入りました。いい感じにね、映ってないです。映ってないの撮れないよ今、そう薄いですね、薄いですね、やっぱり天気のせいですね。天気で白くなっちゃってるな、ちょっと白くなってますね。うわなん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 
もうでも知ってる子も少なくなってんだからもう同世代じゃないよ。うん、懐かしい。使えないんだっけそういう音楽って。いや大丈夫、これぐらいだったら大丈夫。ネバぐらい言ってよ。使っちゃいけない。鼻歌ぐらいだったら大丈夫です、ね。頑張りふんふん。ずーっと首こっちだぜ。そう、いや前見ろよ、ね、酔うぜ。